またですね、子沢山の日、ね、ここに来ましたけども、ところで、これ今新築なんですが、5年間はこのお試し暮らしのためにね、使うそうなんですが、その後どうするんですか？その後は、誰か、購入希望者を探してですね、はい、販売したいと思ってます。あ、住宅としてね、販売するの、5年後にね、ところで、この家、今もしね、買うとしたら、大橋さん、いくらぐらいなんですか？大体1500万円程度で見ております。ちょっと待って、ちょっと待って。はい、それ、土地ついてるか？土地をついてます。150坪の土地がついて、はい、この新築で、はい、オール電化で、家具全部揃ってて、1500万だって。私、5年後に、はい、買いたいったら、いくらぐらいになりますかね？1200万。1200万で5年も買えるの？はい、いやー、私もね、引っ越してきちゃうから。いやー、電気が気持ちいいね。今日ね、ほんと35度ぐらいになるって言ってるんだけども、暑気持ちいい。じゃあ今度ね、奥山さん、この畑、これちょっと紹介してください。この畑はですね、今年この住宅できたのが2棟とも7月に入ってからなんで、それから土入れたんで、今年はほとんど作物は無理だってことで、そちらとこちら2等分あるんですけど、そちらは今何もやってませんし、こちらも半分というか、ここだけ。今これ何植えてるんですか？これはミントと。あ、ミントね。おミント、はいはいはい。ミントだけは、まあこれ葉っぱちぎってすぐでも、はい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 、食べられますから。なるほど。とりあえず今使えるったら、あとこう今出てきたのは、適当にいろんなものを植えてますけど、ええ、これは積んですぐおひたしにしたりなんかサラダにして食べれるように、はい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 、とりあえず農薬をまかないで、ただ種を農薬まかないでね、そうそう、7月の後半にまいただけですので、まあこれだけ今住んでる方が来てる方が勝手にちぎって食べていいですよと。なるほどなるほど、してますね。あ、ここに住んでる方が勝手にこれちぎって食べてもいいよと。そうですそうです、無農薬でミントだとかね、ええ、ちょっとした野菜ね、ええ、これもまた嬉しいですね。ですから、まあ来年はやっぱり春からやりますので。来年は春からね、ですから、じゃがいもとかトウモロコシとか。じゃがいももトウモロコシも、あとトマトなんです、トマトね、だからそういうものも含めて来年はそちらとこちらと両方回ってきます。でもこれね、都会では考えられない広さですよ。これ自分のお試し暮らしの真ん前にね、家庭菜園がある、素晴らしいですね。それじゃあですね、今日はいろいろご紹介をいただいたね、渡辺さん、山下さん、大橋さん、川筋さん、そして奥山さん、どうもありがとうございました。それじゃあ最後に皆さんからね、お試し暮らし来てよねってことでね、ご紹介してください。ここに書いてある通りの連絡先になってまして、ホームページで、かなり詳しく紹介してございます。連絡先は京里町商工会、電話 0152-25-2628 ということでございます。ここね、ここにね、連絡先、はい、ね、ここに泊まりたい、ここを買いたいなんて人もね、ここに連絡してください。 そうかね、それじゃあ皆さん、こっちお待ちしますよ。はい、はい、よろしくお願いします。